皆さんこんにちは。いつも高評価、コメントありがとうございます。チャンネル登録もとても励みになっております。さて、本日のテーマは仕事。あなたに合っている、向いている職種、仕事についてリーディングしていきたいと思います。選択肢のカードはこちら。なんだっけな。大天使。オラクルカードからもらいたいと思います。まずは A の選択肢。B の選択肢。こちら。C の選択肢。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。多分その仕事のセンスとか才能という面で見ると隠れている部分とか、自分では気づかない部分の不具合とか、不調な部分っていうのをすごく見つけるのが上手、うまいのかなっていうのがまず入ってくるのね。だから例えば、人の体で言うと、本人が気づいていない疲労とか疲れを見つけて、直してあげたりするとか、あとそれが、機械とか、そういうものであれば、そう、直すとか、メンテナンスっていうこともそうだし、あと、そう、見えていない、隠れていない原因を探し出して、フォロー、メンテナンスするってのがすごくね、向いてる気がするんだよね。で、その他にも、やっぱりこの回復っていうイメージもすごいある。それはメンタルの回復とかそうだし、その不具合の回復もそうだと思う。で、A を選んでくれた方は、仲間内、その同僚とか、先輩後輩含めて、グループだったりとか、そういう、署内とか部内とか、そういうところですごく、頼りになる、すごくいい影響をね、与える存在。なので、基本的にはどこの会社とか、どこのポジションにいても、すごくこう、頼られるとか、要、中心人物になることが多いんじゃないかなって。そう、なんかね、やっぱり増やしていくんだよね。それは、経験を増やしたり、知識を増やしたり、契約を増やしたり、お客様を増やしたりっていうこと。もともとすごく増やすのが得意なんだよね。で、なんか、今一歩、あと一歩、あと少し、みたいなね。こうなればね、太陽、成功、完璧なんだけれども、そうじゃないものを
成功に導くためのそのあと一歩っていうところだったりとか、不調なものを、調子よく戻すとかね、そういうことがすごく向いてるんじゃないかなっていう気がします。で、今日はちょっとねカードの展開を変えて、ね、こっちに移動します。で、これをねちょっと順番に、でいこうかな。順番で言っていくと、まあミュージック、音楽出ているので、音楽に携わる仕事、もちろんこう作曲とか作詞とか楽器を演奏したり歌を歌ったりとか、あとそういうミックス的なものだったりとかもそうだし、あとその常に音楽が流れている職場だったりとかね、そういう音楽と身近な職業っていうのもいいと思います。アーティストとかのね、そういうフォローとか、そういうのをするのも向いていると思いますね。その芸術的なもの、作品っていうかな、そういうものにこう関わる。楽器もそうだしね、そういうのもすごく向いていると思います。あとはね、ストレッチ、運動、そういうのも関わってくるから、整体とかね、人の体に触れて、痛みを取ったりとか、整えるっていうのもとても向いています。人の体に触れることによって、あなたのエネルギーが、いい風に作用されていくんだと思います。整えるっていう感じでね。で、無限の豊かさ来てるから、ちょっとこれ置いといて、次は本。まあ、出版社とかね、そういう、こう、マスコミ関係もそうなんだけれども、何かね、こうね、形に残して人に伝えるっていうこと、すごく向いてるから、例えば文章を書いたりとかブログだったりとかね、そういう文字とか文章っていうものにもすごくね縁があると思います。で、環境問題、これはね、例えば環境だけに限らず動物、植物、自然、そういうものにもすごくね縁があって、例えばこう植物に関わることイコール、環境保全だったりとかエネルギーっていうのもそうだよね。で、動物で言うとその動物に携わる仕事もそうだし、動物を通して何かこう、影響のあること、つながることもそうだと思います。あとリサイクルとかね、その環境で言うとそういう保全とか維持とか、回復とかそういうものもすごくね向いてるんじゃないかなって。そしてこれはね、基本的には物とか人の心をすごく豊かにするっていう、役割というか使命とか、そういうのがあるから、 A を選んでくれた方はとにかくそのどの職種についていても人の心をね豊かにする、なんか財産を増やすとか幸せを増やすっていう、そういうね才能っていうのかな、そういうものがあるから、で、こっちにもね同じようなこと来てるんだよね、豊かさ、だから同じこと言ってきてるから、やっぱりねこう人を笑顔にするとかね、喜んでもらう気持ちがすごく嬉しくなる、豊かになるとか、満足するみたいな、そういうのがねすごくあるから、一生懸命働けば働くほど喜んでくれる人がいる、それはすごく間違いないことだと思うんだよね。で、あと安らぎね、あと勇気、祈り、安眠、こっから入ってくるのはやっぱりね、人に対して安らぎとか気持ちよく眠れる、要は痛みが取れて安心できる、不安が取り除かれて安心でき、ちょっと眠りにつくことができる、人にとって、安心できる状況とか、そういうゆっくり眠れる、気持ちよく眠れるっていうものを提供できるっていうことがあると思います。すごくね落ち込んでいたりとか困っていることに対して
こうやる気を出させたりとか、なんかすごくね、あのどの仕事についていても、なんかそのお客様だったり顧客っていうもの、その相手に対してすごくね一生懸命あの考えたりね動いていくことができるんだよね、 A を選んでくれた方はね。だからすごく考えるし、すごくこうどうすればいいのかなっていうふうに工夫もするし、そういう気持ちが伝わってすごく満足するっていうねことが出てきているから、で今ねキーカードいくんだけれども、まあこう敏感とかね過敏とかね、そういうあのキーワードなんだけれども、 A を選んでくれた方は人の気持ちだったりあの体とかね、あとそういうものであっても物事とか気持ちとかね状況に対してすごく敏感なんだよね。たまにねやっぱそのまあちょっとねあの敏感すぎるというかね、あの気にしすぎじゃないとかね、あの考えすぎじゃないって言われることもあるかもしれないんだけれども、でもそれがすごくね仕事に生きていると思うんだよね。気づいてあげることができる、で些細なこと細かなことにも気づいて察知して何とかしてあげようと思う気持ち、なんかこうもっとね良くならないかなとか、あの再発しないといいなとかね、あのその回復した後のこともね考えてあげられる。その回復っていうのはまあ、限られてはくるんだけど、状況もそうだよね。せっかくいい状況、いい商品を売れたのであれば、それをやっぱり維持してほしいとかね、メンテナンスをね、おろそかにしないとか、とにかくそういう細部とか細かいこと、で、他の人は気づかないとか、他の人が 見落としがちとかね、なんかそういう、見過ごしがちなところもね、気づいてあげることができる、そういう繊細な部分がすごくね、あの仕事に生きるので、困っている人、そういう人にとってみると、あの理解してくれる人、分かってくれる人っていうふうになると思うので、今のこのトータルで見て自分に合う職種っていうのを絞っていくと、あの向いている合っているっていう職業仕事に、なんかこう巡り合えたりとか、今やってる仕事はその要素があるから今ね向いてるんだなって、やっていっていいんだなっていうふうにね、あの気づけるきっかけになったりするんじゃないかなっていう思います。そうだね。あとね、これは仕事に向き合っている、頑張っているあなたに向けてのメッセージなんだけれども、やっぱりね、人の、辛い部分とか敏感な部分にやっぱ触れてしまうので、あなた自身もすごくね、疲れちゃう。気持ちとかすごく機敏というかね、察知しちゃうんでね。人の痛み、辛いこと、悲しみとか、負の部分にもね、すごくね、敏感にね、反応してしまうので、それをね、やっぱ、こう、切り離すというか、影響を受けないようにすることも大事だから、自分をね、癒すこと、自分もしっかり休みを取る、眠ること、休息を取ることっていうのも、同時にやっていってもらいたいな、っていうふうに思います。で、やっぱりね、こう、増やしていくことが、一種のそういう役割というか使命っていうものも担っているから、やっぱりね、こう、頼られすぎちゃう。任されすぎちゃうっていう部分もあると思うの。だから、ある程度のところで線引き、これ以上ちょっとできないよって言ったりとか、ちょっと、手一杯だから、他の人にね、回してもらいたいなとかね、ちょっと期限を伸ばしてもらえるかなとかね、相談したりとかして、受け入れすぎないとか、抱えすぎないっていうことも注意してもらえるといいんじゃないかなっていう感じですね。ということでね、A の選択肢を選んで、くださった皆様の、職種、仕事に対してのヒント、きっかけになればなと思います。では、A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。
まずやっぱりこうね、手を貸す、手助けする、そういうね、あの仕事職種が向いているのがまず一個、だそのね、優しさだけじゃなくって、あの根本的にこう救うというかね、助けるっていうのがね入ってくるのね。で、あと B を選んでくれた方はどちらかというと結構こう転職をすることが多いとか、なんだろうな、こう一個の職種をやって極めたとか、もう納得がいけばまた新しい仕事をしたいとか、なんか興味が湧いてきて、そういうふうにこうすごくこういろんなねことを経験したり学んだりするのも、あのそれも一つのね、こう合っている道筋なんだと思います。あとね、あのもう一個はね、なんだろうな、これとこれなんだけど、ね、座る仕事、座ってできる仕事も合ってるんじゃないかなっていうところ。なんか外回りとかじゃなくって、室内とか、あの座ってできる仕事も向いてると思います。あとお祝い事、お祝い事、結婚とか、も含めて何かこうお祝いの席に携わる仕事も向いているのかな。すごくね冷静で判断力も優れているので、やっぱりこう、結構ね、状況判断をするとか、最終判断を下すみたいないうところも合ってると思うし、感情がないわけじゃなくって、きちんと感情をコントロールすることができるがゆえに、感情を抜きにして物事を判断できるっていうところが、なんかすごくこう、冷静な判断が向いている、そういう判断を下す仕事も向いていると思います。あとちょっと変えまして、手放し、過敏、エネルギーヒーリング、信頼、確信、クリエイティブ、まず順番に言っていくんだけれども、これ手放しが入ってきているから、すごくね問題を抱えていたりとか悩んでいる人の問題解決に携わる仕事、例えばそういうのって司法のとか調停とかそういう職種もそうだし、あとカスタマーセンターとかね、あとまあここヒーリングも入っているので、カウンセリングみたいな仕事、人の話を聞いたり癒したりっていうカウンセリング的な要素がある仕事も向いていると思います。そのカウンセリングっていう職業、職種だけじゃなくってね、それにこう付随するというか、そういう要素がある仕事、こういう占いの仕事もそうだよね。占いも半分カウンセリングなので、そういうのも向いてると思いますね。あとそういう人の気持ち、やっぱりその、敏感になっている繊細な部分に寄り添うことができるので、やっぱりその、お客様の話を聞くっていうのはすごく向いてると思います。相手の話を聞く。で、そういう、例えば本当にもう怒っちゃってる人、の気持ちをね、沈めたりとか、冷静な判断をして、冷静な言葉、的確な言葉を話すことができる。すごいいいタイミングで、その、使った言葉が相手の心を沈めたり、癒したり、そういうね、言葉選びのセンスとかもすごくあるので、そういう場面、そういう相手を、
こう癒す、なだめる、正常に戻すみたいな、そういう仕事もすごく向いていると思います。で、ここね、エナジーエネルギーヒーリングなので、まあ本当にカウンセリング、癒し、うん、ヒーリングっていうものだから、マッサージとかでもいいと思いますし、結構意外とあるのが、ヘアメイクみたいな、やっぱり綺麗にお化粧したり、綺麗に髪の毛を整えるってこともすごくこう、癒しというかね、うん、自分が綺麗になることとか、うん、変わることっていうのはすごくいい気分転換にもなるので、そういうのもねいいと思います、うん、あと、信頼、これはね、やっぱり結構ね、私のリーディングで結構出るカードなんですけど、創作、うん、っていうことで言うと、こっちにはね、キーカードウリエル様来てるので、やっぱインスピレーションすごいね、能力高い方なので、頭に浮かんだこととかアイディア、思ったことっていうのはすごくね、こう仕事に影響しやすい、うん、だから直感を使う仕事だったりとか、直感を必要とする仕事、あと自分のセンス、そういうのもすごくね、生かされてくると思います。とにかくね、自分の仕事に自信を持つこと。だからこう、資格を取ったりとか、それ一本でやっていくとか、うん、経験を積むとか、そういう仕事の、こう、進め方とか、うん、向き合い方っていうのもすごくね、合ってると思います。で、こっちで行くと、ストレスマネージメント、ストレスの軽減とかね、やっぱそのコントロールするお手伝い、あとあなたリーダーで知ってきてるので、やっぱさっきも言ったみたく、こう状況をね、判断して、指示を出す、最終結論を出す、最終指示を出すっていうのも向いてます。うん、で、はっきり言ってしまうと、B を選んでくれた方は、その、ポジション的にはリーダー的な役職とか、個人事業主っていうのもすごく向いてると思います。楽観的にね、考える。状況をちゃんと整理して、良くしていく。そういう才能がありますね。で、本当のことを言う。真実を伝えましょう。まあ、ここの信頼もそうなんだけれども、B を選んでくれた方が一番ね、こう、やらなければいけないこととか、向いていることっていうと、やっぱ本当のことを話すことっていうのはすごくね、大事になってくる。すごくね、仕事に関わってくる。さっきも言ったけど、例えば、カスタマーセンターの仕事だったりとかね、そのお客様に対して嘘をつかない。本当のことを言うことによってすごく信頼を得る。うん、そういうね、こう、ものを持っているので、ちゃんと隠さず、ごまかさず、本当のことを言って誠意を持って対応する仕事をしていると思うし、そういうのをするのがすごく合っているんだと思うんだよね。うん。多分本当にね、人と接する仕事っていうのはまず第一に、もう幅広くあるんだけれども、人と接する仕事は間違いないと思います。で、高等教育。これは本当単純に人を、に教えたりとか、学びをね、こう、なんだろうね、こう、ヒントとなるものかな。うん、だから講師とかね、コーチとか、先生、師匠、みたいなね。物事を教える、伝える、伝授するっていう仕事もすごくね、向いていると思います。だから、やっぱりね、こう、何か一つの道とか、手法とか、資格とか極めて独立して、まあ、自分が社長とかリーダーになって教えていくっていうのもありだと思いますし、座ってできる仕事から考えると、まあそういう、公務員的な、うん、そういう仕事、うん、一生懸命勉強して、そういう仕事をして、なんか困っている人の相談を受ける、みたいな、うん。そういうのもね、向いてるんじゃないかなって思います。ただそのアイデアとかすごくあるので、そういう仕事も向いているけれども、自分のセンスとか直感を活かして、こう、変化させたり、加えたり、新しく作ったりして、うん、自分の、それを自分の仕事、もの、テクニック、技術っていうオリジナルのものとしてもやっていけると思いますね。うん。で、キーカードがこちらのね、まあその、察知する、
ウリエル様のカードなんだけれども、すごくねこうやっぱ人の気持ちだったりとか状況にすごくこうなんだろうな、勘が働くんだよね。きっとこう思ってるんだろうなとか、こうしてほしいんだろうなとか、こうは言ってるけれども、でもきっと願いはこれなんじゃないかっていう、そういう自分の勘っていうものは合っているし、その勘が、どんな仕事に対してもね、こう助けてくれる、支えてくれるっていう要素があると思うので、自分の勘を信じること、もしくは自分の勘が研ぎ澄まされるように、自分の体調とか精神面をコントロールすることもすごくね大事になってくると思います。どの職業においても、人の精神面とかね、感情に触れる仕事、そこをやっぱり落ち着かせたりとか、考え直したりとか、新たな視点をね与えたりとか、そういう意味で相手がこう楽観的に、ストレスを抱えずに、やっていくっていうことのお手伝いをする仕事が合っているし、向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。っていうことはね、B を選んでくれた方は、自分の経験、知識、才能をお客様だったり、生徒だったり、まあその相手っていうところに、こう、やっぱり伝えるみたいな、そういうね、感じなのかなっていうね、ところがね、すごいしますね。そう。で、例えばさっき言ったみたく、公務員とかね、そういう公的な仕事についてたとしても、なんだろうな、こう先駆者とか、変えていく人、その、今までの既存のルールとか、当たり前の常識を、B を選んでくれた方のアイディアとか、改革で変えていく、そういう力もあるから、古臭い体質とかね、決められたものをより良くする、変えていく、そういう今までやったことないことに、飛び込んでいく、挑戦する、そういうセンス、要素、役目もあるので、意外とね、お堅い職業についていながらも斬新的なことをやったりとか、そういうアイデア浮かんだりとか、業界の中でそういうことを初めてやったとかね、挑戦したっていうこともね、なんかあるんじゃないかなっていうふうに思います。ってことでね、B をね、選択して、B を選んでくださった皆様にとってね、その自分の職業だったりとか、向いてるとか合ってるっていうものの、こう、紐付けになるヒントになればな、っていうふうに思います。ということで、B のね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは、C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。すぐ入ってくるのが、こうね、はっきりさせるとか、明確にするとか、あとはそのね、区切りをつけるとか、切り替えるとかね、なんかそういうメッセージが入ってくるんだけれども、アドバイザー的な仕事はすごく向いていると思うんだよね。なんかすごく自信がなくなっていたりとか、悩んでいる人に対して、ある程度、見切りをつけたり、区切りをつけるお手伝いをしたりとか、また新たな選択肢をね、こう広げてあげるっていうような、すごいアドバイザー的な、仕事で、基本的にはすごくね、こう感謝されるっていうことが一緒にね、くっついてくる。だと思うんだよね。で、やっぱりね、こう、契約ごと、約束ごと、もうすごくね、仕事に関わってくるから、何か契約を結んだりとか、提案したりする仕事もね、すごくね、合っていると思います。で、基本的にはめちゃくちゃね、仕事を抱えやすい。それはね、どの仕事についても、いっぱいのこの、やること、
やるべきこととかタスクを抱えるみたいな、うん、なんかそのね、あとね、どの職業についても、責任ある仕事、責任ある立場になりがち。それは、ポジションが与えられなくても、なんかこう人を、ついついね、こう、人のことを放っておけなくって、手を貸したりっていうことも一つだし、あと、すごく頼られる。これを教えてほしいとか、これを助けてほしいとか、うん、さっきも言ったみたく、アドバイスが欲しいっていうね。うん、あなたにはすごくね、たくさんの人の期待とか要望がある。うん、そういうね、全体的に見て仕事に関してそういうものをね、持っている、期待されている、そういう役目、素質があるっていうことだと思うんだよね。で、一個気になるのが、あなた自身がどの仕事についても基本、なんだろうな、これでいいのかなとか、合ってるのかなっていう、こう不安だったりとか、自信を持てないっていう要素は、ちょっとね、あると思うんだよね。で、だからこそ人からありがとうとか助かったとか、頼りにしているとかね、そういうお礼の気持ちとか感謝の気持ちを言われることで、モチベーションを上げるとか、あと、やる気が出るみたいなこともね、あるんだと思うんだよね。そうだね。あと、なんかこう、キーカードも絡んでくるんだけど、やっぱりね、あなたの一言っていうのがすごくこう、衝撃的というか、そう、はっきりするというかね、なんだろう、他にない視点だったりとか、あとそういう思ってもいない一言、とかし、やり方、方法だったりするから、だから、この、あなたを頼る人とか、相談に乗ってほしい人っていうのは、すごく悩んでいるとかね、もやもやしている。そこに、ピカッとね、これはどうかしらとか、これはどうっていうふうに、この視点もあるよみたいな感じで、すごく衝撃的な、こう、びっくりするようなね、視点、発想、助言っていうものがね、あるんじゃないかなって思います。だからなんか他の人とは違った考え方とか視点とか、そういうものもね、仕事にね、すごく役立つというか、絡んでくるんじゃないかなっていうところ。で、よいしょ、ちょっとね、まずね、自由、学校、習い事とかね、っていうことは、あと転職ね、あと勉強、スピーカー、講談。っていうことは、全体的に言うと、まず、あなたは、こう、すごくね、勉強家っていうのもあるし、こう、勉強によって、自分の欲しい答えとか資格とかを得ることによってよりこう自信になったりとか、一個の仕事をやって資格を取って転職っていうことも人生においてはね、ある。で、あと、このね、自由っていうカードなんだけれども、これね、ちょっと2パターンあって、すごくこう、なんていうのかな、自分の裁量、感覚で、仕事を進められるって仕事はすごく向いているっていうことがまず一つ。で、なんだけど、この自由っていうワードをちょっと違う視点で見ると、本当に全く逆になっちゃって、要はね、自由にやっていいよって言われると、ある程度こう、なんていうのかな、幅が広がりすぎちゃって、ある程度ルールがあるとか、決まりがある方が、楽っていう人もちょっとね、裏でね、一部いると思うんだよね。
ちょっとこれはね、裏というか一部の人ね。うん。で、まあ、基本的には自分の裁量で、判断で、好きなことをできる、好きなことを言える、で、好きなやり方をできるっていう方がすごく向いてる。で、あと、こういうね、うん、学校関係、うん、先生とか、うん、講師とか、コーチとか、うん、師匠とかね、うん、そういう、こう、教える側っていうこともあるし、あなたが基本的にはこう、勉強、スクール、何かこう通う、習うことによって、もう一個違う資格を取れたりとか、うん、プラスアルファの、うん、追加でね、プラスでもっと資格を取って、スキルアップとかね、増やしていくっていうことをしていくっていうのも、この仕事を通して起こっていくことだと思うんだよね。あと話す仕事。すごく向いてますね。うん。これで、ほんとここはね、先生っていう感じがすごいするんだよね。うん。話をして、導く、説得する、教え、諭していくみたいなね。うん。そういうこともすごく向いています。で、これは学校の先生だけじゃなくって、何かね、人生についてとかね、ある一つのね、物事とか、職種についても、あなたがこう、自分で勉強したことをオリジナルにして伝えていく、話していくっていうことも合っていると思うんだよね。だからその後、まあ、話すことを、もっと広げると、自分のね、思ったこと、感じたことを、なんていうのかな、マニュアルじゃないけれども、なんかそういうことをね、作ったり、逆に言うと、そう、それを、なんていうかな、こう、マニュアル化して、発信するのもすごく向いてると思うんだよね。あなたが自分で経験したことを、学んだことを、まとめて、マニュアル化して、それを発信したりするっていうこともあると思うんだよね。あなたらしさの、そのやり方っていうものが一つの職業になる可能性もすごくあると思います。で、あと次は妥協してはいけない信じる健康な食生活口に入るものね。で、賢明な判断信じる心っていうのはそうだな。まず基本的にはすごくこうね。ストイックな人が多いと思うんだよね。詩を選んでくれた人っていうのは、とことんね、こう追い求める、突き詰めるっていうことが向いてるから、研究とかね、あとそういう、技術的なこと、うん、それもすごくね、向いてると思います。で、さっきも言ったんだけれども、なんかこう、賢明な判断をできるから、やっぱりその、人に対して、いい選択肢をね、こう、教えてあげる、広げてあげることができるっていうことがある。だから本当にね、アドバイザー的な、コンサル的なね、仕事もすごく向いてると思う。で、なんかね、やっぱね、どの仕事についても、自分の能力とか、才能っていうものをすごくね、信じてほしいんだよね。自分のやってることを信じて突き進んでほしいと。信念を持って、やること。それが自分にとってまだ勉強不足だなとか知識足りないなと思ったとしても、自分がやろうとしていること、やっていることは合っていると。うん。そういうふうに信じてやるっていうのもすごくね、重要なね、ポイントになってくるんじゃないかなって。あとね、食に関わる仕事、すごくね、向いてます。ご飯を作ることも上手だし、まあ、料理が苦手っていう人は、逆にその、料理じゃなくて、栄養士とかね、うん、そういうこう、考える仕事でもいいと思うんだよね。あとは、作るっていうのかな、自らね、そういう、育てたりするのもすごくね、センスがあるんじゃないかなっていうところもあるね。で、あと、なんか、やっぱり育てるっていう意味で言うと、
やっぱりね、こう、教えるとか、うん、すごい、やっぱね、教えることがすごく向いてるんだと思うんだよね。そう、育てる、教える。だから、子供の相手、お子さんを相手にする仕事もすごくね、向いてると思うしね。うん。なんか、この、キーカードがね、はっきりとした意図っていうカードなんだけれども、これで言うと、ごめんなさいね。やっぱり、ここのね、さっきのカードで言ったように、なんかこう、もやもやしているとか、曖昧な、そういうこう、つかみどころのない、見えないもの。例えば気持ちとか言葉とかね。うん、そういうものを、言語化したり、具体的にこう、言葉に、することもそうだし、表現する。やり方、方法として表現する。目に見えないから分かりづらい、伝わりづらいっていう、その、思いとか気持ちとか考えを、はっきりさせるっていうね、うん。そういう才能がすっごくあるから、そこを軸として派生する仕事は、向いているし、合ってると思うんだよね。だから今、このリーディングはね、やっぱその、いろんな不特定多数の人がビルっていうふうに想定しているから、はっきりこう、この職業、この職業、この職業っていうよりかは、なるべくそれにこう、付随したというかね、職種的なもので今、話をすごくしているんだけれども、それで、その感じで言うならば、うん、そのやっぱりこう、形になりづらいもの、見えないもの、分かりづらいものをはっきりさせる。それを、こう、商品にしたりとか、やり方、方法として、自分でね、デザインというか、作り上げて、構築して、人に伝えたり、教えたり、そういう才能がすごく優れてると思うんだね。なんかこう、A とか B の人とは違って、すごくこう、もっと、細分化された仕事じゃなくって、その上の職種。で、その職種よりももうちょっと上みたいな、全体を通してこういう役割とか使命とかをこう向いてるっていうものがあるから、そこからどういう自分の仕事がね、こう合っているかとかね、つながってるなって思えば、そこはね、あなたにとって合っている職業、仕事、向いているっていうふうに、そういうヒントとしてね、このリーディングをね、役立ててもらえればなって思います。あと、妥協してはいけませんから、かな。このカードが出るっていうことは、あなたが、こう、極めたりとか、定まるとか、確立する前には、結構その、ちゃちゃというか、欲張りというか、ある程度ね、そういう邪魔みたいな、障害みたいなことがね、あると思うんだよね。だけど、そこで、妥協しちゃダメだよって。なんか、自分が最初にこうしたいとか、こうしていこうって思った方向性は、妥協しないで、貫いてほしい。やっぱ、信念を持って、信じて、やり続けてほしい。やり遂げてほしいっていうメッセージがすごい入ってくるから、もしかすると今、ね、このリーディングを見ている人の中で C を選んでくれた方は、迷っているとかね、すごくこう、不安とか、大丈夫かなっていうね、思い。じゃ強い人も多いのかなって。だからあえてこのね、C っていう選択肢に導かれて、妥協しないで、信じて、信念を持って、やってねって、大丈夫だからっていうふうにね、こう、後押しの意味も込めて、この流れがね、できているっていうね、ことも踏まえて、どの職業がではなくって、今やっていることに対して、どんなに、理不尽だったりとか、そういう邪魔とかね、障害があっても、自分が思っていること、やりたいことをやり遂げてほしいなっていうね、そういうあったかいメッセージも一緒にね、入っていてくれてるっていうふうにね、思ってもらえればなっていうふうに思います。ということで、C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。